はい、では行きたいと思います。本日は2019年、3月16日、昨年ね、急に、ちょっとね亡くなって、ショックを受けた方も多いと思うんですけども、ブレイブルプレイヤーでも有名でした、ゼロスリープレイヤー、ギルティープレイヤーとしても、名を馳せていた電報、こちらの方のね、追悼大会というわけじゃないんですけども、皆さんね、彼が愛したゲームで、今日は皆さん、楽しんでいただいていると思うんですが、これから、ブレイブル部門、これ東進祭の予選より人数が多いということで、やっぱりね、いかに愛されてたかっていうのが、そこでだけでも伝わると思うんですけども、やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。それではスタートを押して始めてください。さあ、というわけで先ほど、東進祭より多いと言いました。東進祭もね、やっぱり、すごい多くてね、未だにこれだけガチでやってる方多いんだなっていうのもあるんですけども、今日はなかなかレアなメンツや、あとはね、その久々に、昔電報によく連れられてきていた茨城勢ですとかね、あちこちから集まっていただきまして、47名の、シングルトーナメントとなっております。さあ現在は2大進行の方で、やらせていただいております。さあ現在はラグナ対 S、 そして奥は響き対テイガーという組み合わせになっておりますが、真ん中の台では一本選手というのはテイガー、ゼルテイガーですね。そして手前台はここをうまく引っ掛けていった。あれカウンターだと逆にタッチがスカッて、ね、拾えなかったりするんですが、ノーマルヒット B、C、ジャンシーからのしっかり拾って一本選手したのは強月ラグナです。さあ2ラウンド目は中島さんの S が押してたんですが、ここで立ち B が通ってしまう。画面端、さあいきなり4000ダメージ。 S は火力自体はそこまで高くないキャラなんで、立ち回りで美しくやってるしかないんですけど、この空対空ジャンシーからの反応がいい。そしてコンボも高いというラグナが優勢です。ドブル、さあ 6D カウンター、ジャンシーからバーン隊の OD やり込んだ。さあすごい意識高いコンボを決めまして、そして真ん中でも決まっております。意識高い投げが決まったのか、勝利したのは強月ゼルですね。ブレアさんと井上さん、はい手挙げて、手挙げてる2人がじゃんけんです。はい、その2人手前台ですね。で座ったらもう始めてっちゃってください。で次、お隣真ん中ミーヤマチ、あれこれみんなの時代大丈夫な流れ、そしたらあれですよ、3セット目動かしちゃいますよ。とりあえずこの試合をとりあえず実況をやっていきたいと思います。 1P 側は井上ラグナ、8代目日立最強ということで先ほども言いましたけども、電報が長い間ね、ホームにしていた茨城日立ですね。さあこちらのプレイヤーとなっております。対するはブレアさんの整えですね。さあ今日はゼロスリーが、最初に大会があったんですが、ゼロスリー勢としてもね、電報はギルティの後、まあ、ブレブルーと並行というかね、ゼロスリーにすごいハマってた時期があったわけなんですけども、
そちらの聖地である、埼玉のね、ビッグワン、こちらの方からやっぱり来ている方も今日は多いですね。ゼロスリーはもちろんブレイブルーズでもビッグワンデーというのを、皆さんご存知だと思いますけども、それはここの絵もビッグワンデーの一人となっております。さあ、そして真ん中は千葉勢同士の対決になっている町の前対ミーヤのイザナミという組み合わせです。さあ、伸び目が黒い毒ミートを取ってしまう。これは残らないか、スーパードーン。さあ、していきまして、勝利したのは、ブレアココノエですね。はい、次、じゃあ、服部丸さんとアボンさん、手を挙げてください。さあ、今日はやはりラグナ使いはね、目立ちますけども、なぜかイザナミ使いも多いイメージ。さあ、真ん中の台はマチが押している。あ、中断通って、さあ、ミーヤピンチだが、イザナミこっからでも持っていけるんで、さあ、中央からしっかりコンボ繋いでいく。さあ、ここで落とす、ピット。さあ、デンジャーがついてはいるんですが、攻め切っていくのか。さあ、ビットが通る。これはどうだ、これ後ろに逃げるか。毒ビー、やはりイザナミ最後までわからないということで、勝利したのはミーヤのイザナミです。じゃあ、真ん中で俺とサディさんですね。サディさん好きな方で大丈夫です。じゃあ、実況はユーメラに変わります。はい、実況変わりましてユーメラです。ワンピーゴーはわけがないですね。前台はアストリマルハクメが1ラウンド戦した状態で、2ラウンド目アボンアナウンドと戦っていますね。アボンアナウンドのあとコンプロフィーですが、立っているっぽいが残念と固めてしまう。すごい痛い。まあ、ウェイデンに戦うからですね。で、中央大、ワンディがハケウンラグナ対、サディ、次はサディさん。ハケウンさんは言わずとしで、殺傷者なんですが、イザナミが、まあ、単純にキャラ相性が悪いんですけど、イザナミ戦が嫌い。手前台服部丸選手が勝利しております。コマ投げ、ここはパスで2ラウンド目を取っていく。 1-1 で最終ラウンド。中央台最終ラウンドはまだジリジリして捕まえていない状態。最初に捕まえたのはサーディーザナミ。捕まりたくないので影のまま速パスを選ぶ。手前台、コウさんのラムダ対、アキリコさんの狭間となっております。これは影がなんか叫んでるっぽいな。あ、おっとサーディーさんコンボ見せてしまった。カツコミスった一度とグラッていましたが、立っているのはイザナミ。お疲れ様です。実況はここで戻っていきます。次の試合がユーメライザナミ対コットンコットンさんのぐらいです。とりあえず実況が、はい、じゃあ、真ん中でお願いします。まあ、今のね、試合は多分前方後ろにいたらケースさんって 6D が足りないよって言われそうですよね。
さあ、どうやったら、割と頑張った方があるんじゃないかなと思うんですけども、さあ、実況の方、戻っていきたいと思います。手前台はさあ、アキリコ花馬がダイオクを通して、うっ、特殊がちょっと遠いか。バランスの対策を意識しちゃうので、どうしても先端当てて、先端当てて感じになるんですけども、なかなか難しい。さあ、ここはタイムアップがちらつきましたが、逃げ切っていきます。コーサーのラムダが一本選手。さあ、真ん中台では 1P 側、こちらも茨城県ですね、北斗さんのマイと木村のイザナミ。立ち火カウンターでちょっと痛い指導が入ってしまう。さあ、ここはシックル普通に食らってしまいまして、勝利したのはあれ、あ、そう、一番左下か、コウさんのラムダとなります。はい、じゃあ手前台17番18番いきましょうか。朝顔さんのカルル対背徳の炎さんのラグナー、吐いてあげて。はいはい、じゃあこのお二人じゃんけんでワンピーツーピー決めてください。はい、対戦を終わってね、大会負けちゃって落ち着いたという方は、でまだ色紙にね、コメントを残してない方はぜひ、03脇の受付のところに、電報に向けた、色紙の方がありますので、ぜひ皆さんね、一言、電報に当てていただければと思います。また、USB や、写真などの、画像を、ね、持ってきたよという方はそちらの方も受付を行っておりますので、そういう方もね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さあ、手前台は朝顔さんのカルル、ワンピーガーですね。スピーガーは背徳の炎さんとダーグラムもあります。うっと補正切り来たがコンボができない。さあ、ガシャガシャから目玉ガード、オブよく見てます。おっ、毒液。さあ、ぐちゃっとなる。真ん中台は決まりました。ユーブラのイザナミがホットさんを下して勝利となります。はい、次真ん中、これ熱いですね、唐沢さんの白面対バレルさんのテイガー、お願いしたいと思います。まだやる、真ん中大事ですね。さあ、お姉さんをチクチク警戒しながら、そういったところは危ない。チクチクが通る、メーター行く。さあ、2倍だな。ザニシーが裏でしたかね。そして補正も切れる。さあ、大惨事だ、危ない。おでぃ、あー、タジニーがここからいく。さあ、BC は当たるんですが、うまいことリターンにつなげられない。ラグナー、ビッチ。カンターと当たっている。なんか動いてましたがね、勝利したのは朝顔さんのカルルとなります。はい、そして手前台、これもなかなかレアな組み合わせですね。チリカルル対的響き。さあ、真ん中の台は 1P 側唐沢白麺、 2P 側バレルテイガーとなっておりますが、現在はテイガーがやや優勢ですが、さあ、チシーからザンデスが入ってバースを使って体力逆転という状況。一覧の目接戦となっております。そして手前台 1P 側がさあ、チリカルル対的響きということで、最近の直近のタイトルというよりはどちらで言えばね、
まだ過去のシリーズで、なんかね、名前を聞いたことあるっていう方もいると思いますが、2人ともでもそれでもちゃんと2200戦と3 2700戦と3000戦ということでしっかりやっております。今作もさあ、リミッカルで、これは裏回りに 4D まで良かったですが、いいえ、渡らず、ここでカルデがとうとう崩しが入る。さあ、下段だ。一人でできるもんして、ここは補正切ってくる。あったあった。一歩前進したのはチェリカル。そして真ん中台はドットからテイガーが追い上げているが、さあ、届くか。ダーッと低空ホタル勝利したのは唐沢白麺2回戦進出です。あ、これやべえマジで。イザナみたい、シルシテルミ、これマジやばい。これシリバトもすごい、あのなんか昔ながらもできたけど、こういうレベルの次元じゃない。これ15年ぐらい前かな。この前動画にする。いやいやダメですよ、公平に行かないと。リサどこ行って、リサは今この場にいる人しか見れないですよ、このスーパーレアな。多分もう一生見れないと思うんですよ。リサ印、リサどこ行った。何、リサがいないっすね。いつも通り相変わらずですね、リサ。ゲーム自体久々ということで、なんか他のゲームやってるとも考えにくいんですが、久々なんで他のゲームやっちゃってるのか、逆に。さあ、今探しに行っておりますが、おっと、いい昇竜。こちら、チリカルル対的響は 1-1 のファイナルラウンドになっております。じゃあ行方不明、あ、見つかった。はい、じゃあ行かない印、真ん中でお願いします。自由。さあ、これは前方も見てたら喜ぶんじゃないですかね、この組み合わせは。さあ、対印というスーパーレアな組み合わせですけども、さあ、手前台は超接戦。切り替える対うっ、的響だが、ここで 6C を食らってしまう。まだ残るか、中断。さあ、やはりこの 6C ということで勝利したのはチリカルル、2回戦進出です。さあ、真ん中台は杉谷マックス、天帝イザナミがリードしております。対して 2P 側は印の、さあ、まだ段位ついておりませんが、印のテルミです。さあ、下段と始まって、まず一歩編集したのはイザナミというところ。さあ、下段で、さあ、イザナミが結構自由にやっておりますね。いつも通りですけども、やりたい方で、最近でもイザナミは、ゲーセンから遠ざかったということで、数ヶ月ぶりとなる、ゲーセンだそうですね。ゲーセンどころか、ゲーム自体からもご無沙汰ということですが、イザナミはそれなりにできている。集団なんで動けるんだ、あのキャラすごいですね、やってないですね。さあ、スライディングできて、これは笑うしかない。誰だこのキャラ作ったのは。勝利したのはイサのイザナミ、2回戦進出です。さあ、次は真ん中、マサキチ対ヨシキ。マサキチ対ヨシキ、キルシャッチ、マサキヨシキお願いします。
さあ手前だね、ナオト対ジンは接戦ですね。これは拾える。直側から無双に対してディバインスマッシャーで割り込んでいくというなかなかレアな状況でしたが、でもカウンター確定で画面端がのだったらね、ああいう感じでノーゲージで拾えるんで、ノーゲージというかドッキャーシャットで拾えるんでリターンがでかいです。さあいつものコンボ、いい動き上がりが通る。さあ一気に勝つね、ジンが画面端に行ってしまう、危ない。この 6D 指導でロマンク指導でしたけど危なかった。さあこれは見えない。しっかりコンボ運んで、やり込んでます。うーっとレイキョン使る、使ってしまってラピキャもできず、勝利したのは探しさんのナオトですね。はい次、政治さんの人体、クラリさんのライチ、手挙げてじゃんけんでお願いします。さあ手前台行きましょう。 1P 側が、クラリさんのライチ、 2P 側は政治さんのジンです。さあ今日はナオトではなくジンで参戦しておりますが、どうでしょうか。The wheel of fate is turning. Rebel, one. Action. さあ、オキタン C を、まあ、100歩対策ですよね、打っているんですが、ここは上からチームが伸びて結構減るな。3500、しかも移動機上がりよ。それでバーストも危ない。そして真ん中決まりました。ニュース13はラグナーの特殊演出だと出やすい見たことないよ。ニュース13ヨシキが勝利となっております。はい真ん中行きましょう。ケイハラさんのジン、ここジン続くな。ケイハラさんのジンとアキラテイガー、はい手挙げて、その二人、じゃんけんでワンピースって決めてください。いきなり沈んでくる。さあ真ん中台レジェンドが続きますね。印に続いて今度はアキラテイガ、現在どちらかといえばね、ブレイブルーというよりもギルティー畑の方のイメージが強いかもしれませんがね、プレイヤーというのは開発的な意味ですので。ただもともとはプレイヤーとしても、かなりやっておりました。さあこの成長ジャンシーは自然通ってどうだ。さあ画面端っぽいコンボが中央ハート届かなくてちょっと迷いましたね。入らなそうだな、でもやっちゃうかみたいな感じのオーラを感じましたが、一方成長したのは政治人。さあここジンが続きます。真ん中台はケイハラさんのジン、対するはスーピー側アキラテイガ。ケイハラさんは、さっきも言いましたけど埼玉、ビッグワンとかね、そちらの方にありまして、そしてアキラ、は立川ですが、彼もね、もう20年代の電報との同じポチョプキン使いとしてね、電報の名前の由来、もう電報でしっかり浸透しちゃってるんで、あれかもしれませんが、グリティ時代はデンジャーという名前でポチョプキン使いだったんで、デンジャーのポチョプキン、略してデンジャーポチョプキン電報というのが、名前の由来となっております。さあすげえね、今日が伸びてるが、これは 6A 通して政治陣が勝利、2回戦に進出です。はい、じゃあ最後のトーナメントいきます。フック対フェイタン、はい手挙げて、
はい、次は容赦なく切り捨て。フェイトアンドゴいた？あ、いた。じゃんけんでお願いします。さあ、そして真ん中はドットからアキラテイガーが小投げを通していくが、なんか出なかった。ひよくなんか出なかったのは伝わりましたね。一本選手したのは慶原陣。さあ、だから先ほど03でもね、ソノムを使って、やっぱそういうキャラ好きなんですね、やっておりましたが。さあ、ジンしっかりテイガーゲンのコンボを入れてくる。やり込んでますね、ケアラジン、テイガー戦を。さあ、そして手前台は文字台同士の対戦になります。 1P がフェイタンカルル、そして 2P が先ほどの試合ではナオトでブイブイ言わせてましたね、フックさんのバング。さあ、真ん中足りんのかという、モーションを見せておりましたが、足りました。さあ、ジャンエジャンエからこの隙間開けて、展開じゃない状態で小腹げを打っていきまして、バング、振りよっ。さあ、バンバン首を投げてくる。あー、ムササビ中断中断ということで、これ崩れてしまう。しっかりコンボを決めて、ガチ。さあ、攻めが止まらない。うおー、ブリーといった感じで、スラッシュエレナの返す。さあ、釘は結構惜しみなく使ってきますね。投げが通る。さあ、ゴアカルル結構高めのコンボを入れて、ギリさあ、真ん中台超接戦でしたが、いいとこ見せましたね。全然動けてましたが、勝利したのは慶原さんのジンとなりましたね。ジンス、はい、そしてこれもやべえな、雨宮さんの毎体阿久津のスワゴ。さあ、さっきどちらも03大会に出ていた2人、まだまだブレイブルーで当たると。さあ、ゼロスリー界では知らない者はいない、雨宮さんですが、ブレイブルーは初めて4日とのことですね。いいですね、この日のためになんか始めましたみたいな感じで、このまま集めてくれるとありがたいですけど、でもキャラは前ということで、いいです、いいチョイスだと思います。さあ、対して阿久津、ゼロスリーではちょっとあれかもしれませんが、ブレイブルーならというところでしょうか。さあ、キャラは今はスサノオです。さあ、オーバードライバーのナオ聞いておりますね。対してカルル対バングの対決は、うわー、よく見てる、ほんと今の見えない人は見えない、これ無理。あ、でも投げが置いてあるぞ、天才の投げが飛んできた。勝利したのはフックバング、2回戦進出です。はい、どうぞ。下の段、ここで唯一戦勝、白金さんのレイチェルは2回戦からとなりますので、次アットライチ対ウルラグナ、弟子2号よ。はい、手挙げて、はいはい、じゃんけんで。さあ、中央大03のレジェンド雨宮さんの毎対阿久津さんの対決は、まず一歩選手してるのは阿久津。やっぱ03とかね、もう昔からやってる人っていうのはもう結構年齢的にも、言ってますし、なかなかこのね、いわゆるアークゲーというのを後から始めるっていうのは相当敷居が高いと思うんですけどもね。ここはもうぜひ
投げ込む分かんないですけど、ぜひ続けていただきたいと思いますが、ここは容赦ない 6B が飛んできて勝利したのはアクシノスサノーです。さあこれこういうゲームだからという 6B ですね。はい、続きまして真ん中いきましょう。マモピーさんの9対ロリッタの S。 はい、手挙げてじゃんけんで、はい、1P がマモピーさんの9、 2P がロリッタの S です。そして真ん中台は、じゃねえや、手前台だ。あ、ゲージしっかり75分扱い切ってコンボ判断素晴らしい。ウルラグナが一本選手。レベル2アクション。さあライチのコンボちょっと怪しいが、ここは一通構えで OD を回避して 6B しっかり見ている。さあ結構高いですね。 4B か、 4B 対空からコンボ。さあ直後足で動くのその後のキャップが飛んできた。これは足りるのか、ありますね。さあお互いコンボをしっかり決めて 1-1 でファイナルラウンド。さあ真ん中はマモピーさんの9対テッテロリンタエスとの対決。次は通って、手前でエスのバースト 6B カウント。さあ入れ込み 6C から減ります。キャップ、いや減るな本当に 4500? 意外だ。ここはしっかり決めていく。さあこれは安く決めましたね。ディバイダーを 2B に当てていく。進路は当たらない。お互い技が光る。ロブリージャンディーからハーデス。これちょっと追加が遅かったか。青ビートです。しっかり入れて、うーんと 6A 漏れたっぽいですね。これはハーデスしっかり決めていきます。そういったのはウルラグラ2回戦進出です。その程度か。はい、次手前だ。これ地元対決になりますね。麦田岡か対陽子十兵衛、ゴイ勢同士の対決です。悪いことは言わねえ、諦めな。さあそして真ん中は S が1本選手しており、2ラウンド目も S が大幅リード。さあガードの圧がすごい。 6B カウンター、しっかりマイジャンプから拾ってコンボを伸ばしてきますが、ちょっとコンボミスったか。無理無理だがリターンそこまで取れない。ナイン危ない。さあブルーのが引っかかって勝利したのはロニッタ S、 2回戦進出。はい、よし真ん中行きます。石田舞対ジュノカグラ。石田舞対ジュノカグラです。さあなんか途端にいつもの5位っぽいメンバーになりましたが、 1P 側が陽子十兵衛で 2P 側が麦田岡か。真ん中の台は石田舞対 2P 側ジュノカグラということで、芝勢と元芝勢が締めております。さあお前のような一般人男性がいるかという、感じですけども、真ん中石田舞結構やってますね。ここで筆頭です。さあ相談戦だったの真ん中だよ。さあ下段から青葉がポンポンに行きたいが、行ったが、さあ100本押してきて上りじゃん。へ肩ならしは済んだか。一歩選手したのは10名。やる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 や
く。さあできるの？できない、できないが空中弾を暴発しているジューベ。いいからコンボ遅れて、さあコンボできません。ここはリバサヘクサーぶっ放していきました。1-1でファイナルラウンド。そして真ん中は先制を取っているのはジモカグラです。さあ前はね5位にいますんで慣れてはいると思いますけども、ただ一打は老快な立ち回りでリードを広げております。ミランドベ、さあそして手前台の横の対決はここで倒す。コンボ準備入りにくいですかね、やっぱりね、先端だからね。今おっ、ウルバリンで暴れる。さあガシャガシャ、ここリターンでかい。この暴れからチャレンジに絡めて3700、クー投げ。さあどうだ、すごい。さあヘキサエッジまたクッとしていく。ここはジャッキャンの C が噛み合う。さあ真ん中で決まりましたね。さあ手前台も決まりそうだ。勝利したのはヨウシジューベイとジュノカグラとなります。一人前なんだからね。はい、じゃあ手前台行きましょうか。これ1回戦最後の試合ですね。ダルプラチナ対カゲツハザマ。はい、ダルさんいる。カゲツ、はい、手前台でお願いします。これで満足したか。また今度遊んでやるから、今日のところはここいらで勘弁してくれ。はい、2回戦もまあ2台で行きますかね。はい、続きましては、狂月対ゼルでいいのかな。はい、狂月ラグナー対ゼルテイガー。はい、その2人真ん中台です。はい、これで1回戦が手前台全て終了となります。負けた方も勝った方もね、まだ色紙に、電報へのメッセージ書いてないという方、いらっしゃいましたら、ぜひこのどっかのタイミングでですね、03脇の受付のところで、色紙に寄せ書きを寄せていただきたいと思いますんで、何のほんの一言でいいんでね、電報に対して、一言でいいんでぜひ、お願いいたします。じゃあ手前台テニスプレイヤーというザルさんのプラチナ、続きがカゲツの狭間です。さあカゲツっていい子ですよね、言ってましたから実際ね。さあ手前台は1回戦最後の試合、真ん中台は2回戦最初の試合となりますね。さあここは 6A が通って、じゃあ同点じまいつながる。いつものコンボちょっと怪しいが OD っぽいコンボです。今 C2D それは許さないです。腕をスワローで おっとジャム 6D と爆弾が相打ち。さあこれはミスらなければというところでミスらない。一方先取したのは狭間、そして真ん中はジェネが通りましたね。テイガーが一方先取しています。さあバットを投げ捨てていく。さあ打って、うまい。あー、スカスケダンよく殺した。ジャンプ6D 2番決めて
さあ、トモロスの方に立ち入れないクルが入る。さあ、おしゃれに落としていきます。あっ、危ない。まあ、投げしのわったらまだなぁ。さあ、ダルプラチナピンチ、苦しい状況だが、ゲージはあるぞ。なんとか生かしたい。さあ、ルーガル投げていく。おおおお、いろいろあるね。立ち見カウンター射撃。ここは OD から緑さんへがミスらない。勝利したのは花月狭間、2回戦に進出です。そして真ん中も決まりましたね。ゼルテイガーが氷月ラグナを下しまして、3回戦に進出となります。手前台、そうそうそう、ライモニター台ね。で、真ん中は、服部丸さん対サディさん。サディさんと服部丸さん。はいはいはい。ここにおい。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Hirogane. Kimu. Moda. Raiyo. Kimu. Moda. Sasu. Sora. Osoi. Moda. Kore. Hirogane. Kyori o koi. Kore. Osoi. Osoi. Don. Osoi. Zenshin. Yo. Sora. Mai. Osoi. Sora. Moda. Kimu. Moda. Osoi.起動ストリート。攻撃パワーを受け直そう。逃げるんじゃない。ドラッドーン。攻撃モードよ。攻撃モード。全てを見る。攻撃モード。はい。攻撃モードよ。攻撃。受けてみる。攻撃モード。さあ、手前真ん中ブルブル進んでおります。手前台はミーアイザナミが一本前進している状況。真ん中は、ハットリマルさんの白面がサビイザナミに一本取っていますね。さあ、ガンガン行く。さあ、ここは上から降ってくるやつにちょっと待てて、セラトールバスオン。さあ、カットでいった。カメラがカットできましたよ。さあ、EA に対して蹴飛ばしてきます。これはすごい。さあ、やばいぞ。やめてくるぞ。やっと立ち見しようか。ちょっと痛いですね。まだギリ残りそうだが。さあ、プレアもこのエピンキ、どうする？仕掛けたガード。いやー、クラストリガーは無理。さあ、クラしてしまいまして、勝利したのはミーヤのイザナミ。さあ、続いては、ユーブラのイザナミとコウさんのラムダ、残念だったな。お願いしたいと思います。何を画策しようとも、そして真ん中台はサディーザラミ落ちます。服部丸さんの白面が勝利となりました。じゃあ右側ですね。
右側、朝顔さんのカルルと唐沢さんの白面、真ん中で。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ手前だよ、コーサーのラムダ対ユウムラのイザナミ。真ん中は朝顔さんのカルルと唐沢さんの白面となっています。なんと 4D を強気にしてたんですが、そこをテイクダッシュ通されてしまい、イザナミが大きい攻めに行きます。さあいいアームがこれで崩れる。さあ残っていつものって感じ。これは足りるでしょうか。足りますね。今日命中したのはイザナミです。さあそして真ん中台はカルルが苦しい状況、白面が優勢になっております。なんとジャンニーから拾えないが、おわー、高校ジャンニーシーで切って毒でね、本人にも当たっていきます。一歩ページしたらカラサークル。さあ真ん中台は早くもコーラムダの体力が半分減っていてはめられている。三振カウンターした。ハメだ。おっとこれほぼミスるが、6B ですね。このキャラといった感じですけども、勝利したのはユウムラのイザナミです。はい、次真ん中も決まった、真ん中 は、唐沢さんの白面が勝利となりますね。はい、真ん中が、吉木さんと佐賀市さんですね。手前台が、チリイサです。さあ今イサを呼んでくるらしいんで、いたいたいたよ。さあそうだね、そうだね、ユーティーの話したいよね。そうだよね、まあ、今日はねやっぱり昔、まあ、電報のね、きっかけでこうやって集まってるわけですよ。もちろん電報だけ、電報とねあの時代ああいうことやってたなっていうのはやっぱり共通の思い出なわけですから。そうだね、生しくじはしてても西松さんラストは知ってるやつはなかなかの2ですね。さあ手前台はチリカルル、スーピーがイサのイザナミです。さあ真ん中はヨシキのニュー、これもなかなか、わーディバインスマッシュは釣られたか。サマナー読みで打ったと思われるんですが、これは当たらない。お前泳ぐで、スライディング、最初これ空中くらいだ。あ、いいですね。 8B に B に OD 合わせて補正も切る。中段しっかりビット飛ばしながらコンボにつないでいきます。手を張るがすかさず逃げる。アニマで寄ってくる。ああ中断、
すぐそれ、すぐそれなんですよ。これが強いんだ。俺も全部食らいますね今日。あー早い、こいつ見えねえみたいな感じで必ず、襲いかかってきます。そして真ん中勝利したのはヨシキニュー、3回戦進出です。はい、じゃあ真ん中行きます。政治人体ケイハラ人同キャラですね。今となってはなかなかレアです、政治人同キャラで。じゃあここでじゃんけん、ああ分かんないなりに伊沢が 6B を打ってくる。今は打ちたくて打ったわけですね今ですね、はい。さあこれは残らないですね、しっかり決めてくる。勝利したのは伊沢のイザナミ、2回戦で3回戦進出です。はい、じゃあお隣行きまして、フックバング対アクセスサノお願いします。はい、手前台ですね。黄泉の旅路を行くそちらへ、世からの選別だ。さあここに来てサクサクっと進んでおりますが、真ん中は陣同キャラ戦です。ケイハラ陣対政治陣、手前台はアクセスサノオ対フックバングです。さあバングやりたいマン、お互いそうは使ってるんですよ。そうだよね、うん。さあ冥王が3キャラいるのか、ナオトも入れると。さあ行きましょう。 1P 側がアクセスタの、 2P 側がフックバングです。さあ投げを通して、これは即バースト打ってきますね。解除させたくない。おーっと 6D 飛んでくる。このコマ投げは見えないでしょ。コマ投げ早い展開が。さあジャンピーから中段ではなくそのまま下段でいきます。テイクストール拾って、おっここは高い。さあお互い一歩取ってきました。手前台がフックバング、真ん中の台がケイハラ陣。さあマニアックな状態だがしっかりヒットくる。さあこのね無駄なミチューチューはねなかなか見えないですね。さあ動きが多彩である。さあ岩根っぽいハイジャンプ B からの助け弾意識ロクシア見てから立つ。さあ1人がドン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 6B6B。 さあ7式しっかり飛んでいく。勝利したのはフックバング、3回戦進出です。すごいですねやっぱりね。はい、対空 3C を決めていくのは真ん中台政治陣ですね。3回戦進出です。
はい、じゃあ真ん中台ロニッタ S 対ヨーシ十兵衛お願いしたいと思います。さあ結局ハーレスを打っていきましたがガードからコパンで反撃を入れていくレイチェル。華麗に逃げていきますね。風をうまく使っておりますが、簡単スライドカジビア 6B に負けるか。6A タイプジャンシーのすごいところに当たった。スピードして下で運ぶ。さあめぐり2倍だ。決めていきまして、ゲージもしっかり 50% カーネージで締める。やかましく。さあそして真ん中は地元勢ヨーシ十兵衛対天聖ロリンタエスとの対決。さあ十兵衛戦は結構分かんないんじゃないかな。ただ常時相模くらいなのはバレているか。さあレイディでちょっとコンコの締めを見せるもののというところ。さあダンスしっかり立ってね、尺かけに来るところでボディしっかり決めてきますね。スルラグナヤシさあ1位で回から画面端だが勝利出なかったっぽい。西あーいろいろ補正が見えて腕目にあったオメリア。さあカーネージなんのかなのかわからないですけど、 D リバイダー取ってきました。一でファイナルラウンド。さあディバイダーをケアしながらうまいことアイリスでダメージ取ってきますね。これはうまいレイチェル。しかしディバイダーなんとこれは拾えたんですがコンボにつながらない。メガブラスサイズ正面エイタルカウンター。そして真ん中台はロリンタエスが勝利。中井選手です。じゃあ真ん中、2回戦最後ヌノカグラ対カゲツハバマン。そして、手前台は今ギリ残りましたね。カグラのオーディコン邪神さあ、あるのか。さあ、天秤のダリア、なんか 6C が見えたから2倍だなの。おーっと、低空ハーデス刺さりました。勝利したのはウルラグナー。はいよー。さあジュノがシーハフラッキャンからうまいこと倒しきっていきまして、真ん中台はジュノカグラが一本選手。さあ西カウンター。そうなんですよね、あのタックルを読みで投げがねカウンターで入るっていうのが対策であるんですけど、何もしない西がね露骨にカウンターで痛いんで、そこは。さあ男子当たっているがこれは取れない。さあ手前台始まりました3回戦。3回戦の1戦目。さあゼルはいつの間にか緑色の名前に変わっている。ここに関してはルールないですね。緑色の名前が何でかというとスタイリッシュボードです。
スタイリッシュモード、まあ、同じキャラでね、スタイリッシュモード、テクニカル、攻撃しなきゃいけないっていうルールがないんで、特に、そんなレアな人いないんですよ。さあ、スタイリッシュなんですが、スタイリッシュはリターンがでかいというか、コンボはいつも通りできている。一本先取したのはテイガー。私をここまで追い詰め、さあ、勝ちに来ております。これも戦略ということですね。さあ、真ん中ライはカグラが痛いコンボを決めている。頭前一回に生き残ることができるか。小腹げ残らない。勝利したのはスノカグラ。マゲスをここで下しまして、3回戦進出です。じゃあ真ん中台はここからどちら台にしていきたいと思いますので、ちょっとお待ちください。さあ、これはあるのか、デルテイがあるのか。うぅー、カタパルトありますね。これは補正切りは当たらない。さあ、スタイリッシュテイが強いぞ。よけファースト。さあ、これはジェネが当たりません。空中三振。さあ、何が当たっても厳しいという状況。イザナミ、お、熱波張りになったか。見えからコンボ。そしてどうする。さあ、うん、お前分かんないか。さあ、ボタン押しすぎたか。補正が切れて1日でファイナルラウンド。さあ、よく当たったら隠りましたね。冷静だ。さあ、にピースレッジが先端。スライディング。展開の日。さあ、起き寝るよ。普通に攻撃重ねにいってや。カウンターしてます。なんか当たっている。とにかく起き上がれない。物理的に起き上がれないぞ。3900いきますね、これ。さあ、ボディ石井はしっかり対策してきて持ち直しました。あわやというところから逆転勝利。勝利したらミーヤのイザナミです。ちょっと真ん中とりあえず先に決定戻します。さあ、 1P 側が服部丸さんの白面、 2P がユムラのイザナミ。さあ、サディイザナミを下してきております。イザナミ2連戦ですがどうか。さあ、行きましょう。 1P が服部丸の白面、 2P がユムライザナミ。3回戦の第2試合です。さあ、いきなり小物投げだが、ビットがフォローしてくれます。便利。さあ、ただ白面もゲージは増えていく。さあ、取ってテイクホタル。さあ、空投げ。楽しませよ、避けてみせよ。楽しみは近くで見せよ。おー、うまい。ジャンシーでスーパーにこの本体を切って、さあ、ジャンシー届いてしまう。バスト
ニビ？あー、ニビが止まっている。こっちが来るわよ。楽しそうだ。チョコマカト。チョコマカト。来るわよ、来るわよ。そっちに。ヤナギ？さあ、ニビグレンからのレンカー。一本先取したのは、ハットリマルの白面です。レベル2。はい、奥の台一旦ここで止まってください。設定日本人に変えます。そう、遅かったんで、フェイターはそのまま座っててください。さあ、ハットリマル白面対ユムレイザナミは、ファイナルラウンド白面が優勢。おお、しゃれな状況になりましたね。今ウーマジンから柳が当たるという。さあ、6秒飛び越えて、これは確定ですからね。タイミング的に飛びが通る。入れ替わって、さあ、小投げに 2D に対して投げる。さあ、ここで一家制に来る。ジャンニシー勝利したのはハットリマルの白面。さあ、ブロック決勝に進出となります。さあ、今日イザナミ多いですが、白面がそこをどんどんイザナミを潰しておりますね。ぶっ壊してるんですね。白面は昔からね、そういう特殊なね、まあ、カルルですとか、ドキドキのね、割と強いキャラクターに対してイザナミ、こう相性差でね、上位陣を強を食ったりするキャラでもありますが、てか特殊すぎてあれなんだね、対策のしようがないのかもしれませんね。さあ、アラサー白面社員杉山バックスのイザナミ、ミントから落として、三振カウンターしっかり見ている。ここは始まる、持っていきます。出る4500、大学はガード、ここの圧怖いですね。後ろに逃げます。ホタル押してくる。下段から落として、さあ、6円カウンターバースト。さあ、下段立ちくらいから東取り側でコンボをつないで、うわー、甘えた投げに王人ゲージを惜しみなく使ってきましたね。一本選手したのは唐沢白面。三振三振、さあ、
サンサイド、サンサイがしっかりコンボを決めている。ゴマ投げ強気にいきますね。さあゴマ投げからのヒット展開用コンボもしっかり完走していきますね。さあグランプある割にはしっかりしている。スーダンさあもう当て身がある以上ね、ちゃんとした置き取りができないんで変な感じでやっていきますよ。ちょっとエンマに対してシエフランシンフランシン立ちさあオニー、おおさあここもいいエージェを決めていきまして、やはり白弁は白弁の時代が来た。イザナミがどんどん落ちていきます。勝利したのは唐沢白弁、お見事。さあ大会も佳境と、に差し掛かっておりますが、現在はね、まだ03の脇のところで、電報に対しての、コメントですね、色紙に残すコメントの方、受け付けております。なかなかこういうタイミング、実際にねその、九州熊本にあります電報のお墓のところまでか、あのご実家のところまでね、その実際に色紙が物として届きますので、自分の手書きで書いたね、文字が、彼のところに届くという、なかなかない機会となっておりますので、ぜひね、一言、残っていただければと思います。さあ、ワンピー側が先日は東神祭で、猛威を振るっておりましたこのね、ヨシキのニューサーティン、ドイタリ予選をすごい勢いで勝ち上がっていきましたが、その時には予選でナオトでも出ていた、政治ナオトでも出ていましたが、今日はジン。次当たる吹雪かコンボはちょっとミスだ。2連装はスカル何しもう一回さあジンが追い上げる。しかしここで 4D が通ってしまうが、ラブキャンが遅かったか。低空クレセント、一方選手したのはニュー。レベル2アクション。それはもう読む、それはもう、それは貴重。さあじりじりで寄っていくジンですが、うまくワープを使って追い払っていく。ガンダッシュ避けていく。さあニューのこの立ち回り強すぎるぞ。すごい相変わらず強いのこれ。ヨシキニューが、ここは勝利となりました。さあ身内同士の対決になります。 1P 側がウルラグナー、 2P 側がフックバングです。お、しかも冥王同段戦ですね。さあ行きましょう。ワンピーがウルラグナー、ツーピーがフックバングです。
さあ2ビータッチくらい痛い指導が入ってしまう。3800。あれ絶対通った。あと。傘？さあ中段から柱まで繋いで倒しきる。あーレアなのが見れましたね。一歩転生したらバング。なんかバング自体がいないんだよね。おっと、オキロペ。いいじゃねえ、投げを飛ぶ。おっと、ちょっと距離を見誤ったか。いいからの魔導が入らない。おーおーおーおお、逃げられないですね、端から抜けられない。おくび右に置いてある。女子簡単、ここはしっかり確認して地上で拾っていきます。投げた、これはオーディー使っていきます。しっかり、あ、いいコンボ判断ですね、素晴らしい。倒し切っていきます。11ファイナルラウンド、これはもうテンポも納得ですよ、今の倒し切り。さあブラストサイズ見てから余裕でしたといった感じの。これがクライカシーカーのコンボは伝わらない。アデスはしっかり立っている。痛い反撃、痛いですね、マジで。完全4点超えるか、超えた、2点決めた。コンビ出す、いやーハーデスこなしますね。あ、ロケタイム、あっとジャンピーで拾えなかったですかね。2倍だ、まだある。タジビーカウンターです。おっとタジビーで止めて投げる、どうだ、残った D ディバイダー。さあ最後の D ディバイダーはこう魂を感じましたが、バリがしておりました。勝利したのはフックバング。はい、行きましょう。3回戦最後の試合となります。ワンピーがジュノ・カグラ、セピーがロニッタ・エス。さあ開幕いきなり痛いコンボと置き攻めがついてくる。止めに通ってバスト、うまいぞ今の。ライバーンの後続に西が差し込んでくる。ナンシーナンシーだ。西井は対空だった、失礼しました。神楽の西井っぽいサンシーですね。一方選手したのは S。
この執行力さっそう本気でさっそう本気ですおりゃあ再臨撃せやさっそう本気ですどこまでですそれそれそれさっそう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 さあ、ラブラ忍者死に見にかかってネッパにはスライドさせていいからおかわり仕方ありませんこのシリフ戦撃はコッパーの止めていくしっかりダンバイつないで素晴らしい安定してます西さあロマンホーが飛んできた画面中央でもこの火力だが上流さあ画面に戻るラストさあ早い反応がさあ小腹投げどうだワンチャンあるかうわあ当たればいいやみたいな最後の一発で、ジャンシーが通りまして勝利したのはロリッタ S じゃあこれでそれぞれのトーナメントのあとは決勝となってから決勝リーグに行きたいと思います。です。解析不能大将、はい、行きましょう。まずは A トーナメントの決勝ですね、ミーヤイザナミ対ハットリマルの白面です。はいはいはい、さあイザナミ3連戦ですかね。これでイザナミキラーですよ。今日は、服部丸さんと唐沢さんの白面だけでイザナミ4体落としております。3体、落としております。さあジンでやりたい。ジンはね、逆に白面はジンの方が相当うざいかもしれないですね。さあ行きましょう。キャラ替え不可のシングルトーナメントでございます。 1P が服部丸の白面、 2P がミーヤのイザナミです。投げ さあ風魔陣で切る。これはタッチに OD 生 OD ですね。風魔陣 B からコンボを決める。 OD こちら持っていく。さあ行く風を惜しみなく打っていきます。さあしっかり冬から振り向くコンを決めて、さあ連火が当たる。あと立ち合い 6A は当たらないが食らいに行く。バスト雪風に C に合わせてくる。しっかりしている。一歩前進したのはハットリマルの白面。うまい。いやしかもでかい。いやーしっかり決めてくる。さあ投げを抜けてジャニシータッチ危ない。おにちょっと飛ばして2D はタイミングがずれた。続くスタートのコンボ。さあ当て身やらホタルやらいろいろあるんでね、なかなか痛みも寄れません。6組抜き払って、さあこれはトップ止めの駒投げです。
じゃあまだ残りますね。ヤギ。おっとスライティングからのビット動いたところに当たった。一撃でファイナルラウンド。ギリいい円盤から1段取ってきます。2500結構減りますね。5番5番3C はねリターンがそうでもないですけど、この後の状況は非常によろしいというか動きづらいですね。相手側は6ミリ重なってくる。投げ打ってゴールコンボミスる。さあこのチャンスを逃さない。ビビ入れ込みオディ。さあピットからしっかり一枠にねコンボを決める。スライド展開の日から 6B でサガパン当たっている。バーストはつかない。柳さあ素晴らしい。どっちもかなり冷静に見てたんですけどもね、勝利したのは服部丸の白面です。 A ブロック決勝、あ A ブロック代表に決定ですね。 Please select your characterThe wheel of fate is turning. Rebel one. さあ、ワンピーがヨシキニュー、ツーピーがカラスター白面。B トーナメントの決勝戦です。さあまずは牽制戦でニューが優勢。立ち合い対空から拾ってくる。さあこのステップのところにねダッシュに B が置いてあるっていうのは結構前に出づらいところだと思います。かといって前に出ないと何も起きない。低空プレゼントフェイント。さあ綺麗な一本を制したのはヨシキニュー。奥にカウンター。低空プレゼントフェイント。さあ自在にこれはね、分かってても見え、分かってても分かんないんですけど、見えない。的を絞れない。そして、この男、答え使いの中で一番上を見ている。無理。バースト使わない。どうする?逆に言えばああいうところでね、フェイントでも、フェイントじゃなくても了解よみたいな形がね、やっぱあればまた違うんでしょうが。どうだ?クリアガード。ガン攻め!しっかり。あ、4秒当たっている!ファーストはレガシー!さあ、これはシックル読みだったんですが、しょうがないですね。レガシーが刺さってしまい勝利したのはヨシキニュー。 B トーナメント B ブロック決勝、あ代表に決定です。あんたはもうよ。はい、そして C トーナメント決勝戦はフックバング対ロニッタ S です。お願いしたいと思います。
さあ、電波杯も終盤戦 A、B の代表者が決まり C の代表、この勝者で、決勝リーグが行われます。さあ、行きましょう。 1P 側がロリッタ S、 2P 側がフックバングです。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. ブルー、瞬間に行けるでござる。かける超高度ドレッコー、あっと 2B から、うん、ちょっと遠い、無理、 C からあのね、ジャンキャン、ひさびのジャンプ B みたいな、おー、しっかり決めてくる。結構あれ見せたら死が見えるコンボですけど、ガロメラにかわして、いやー、ガキャン OD、 さあここで着地地点に潜り込んだ S、 火力は取れないが、いやー、勝利出していく、危ねえ、有利だなあれ。さあ、ずるいぞこのキャラ。さあこれは回避がしっかりリスクを押していく。さあユチ立っているのは S。 さあ一歩先取したのはロリンタ S です。さあ、立ちくらいにしっかりコンボをここは決めて、コマ投げだ。さあ、スライドの指がギリギリ届かないですね、キャラ的なもんか。わお、バグの足すごい。うん、何がカウンターした、タッチビーか。さあ 6D は様子見ている。タッチビー、まだバング生きている。ここで勝利置いてある。これは人が強いっていうところがちょっと、随所に見られましたね。勝利したのはロニッタの S。 はい、というわけで決勝リーグ電波杯決勝リーグに残ったのはハットリマルの白面、ヨシキのニューサーティン、そしてロニッタの S というメンツとなりました。はい、それではここは普通の決勝リーグでやっていきたいと思います。仮に得失点差含めて、1勝1敗並んだ場合は再リーグになりますので、あ、得失点差なしだわ、再リーグね、誰かが2勝するまで続きますのでよろしくお願いします。はい、まず服部丸の白面対ヨシキのニュー、さあ、ワンピー側ハットリマルの白面、対するはヨシキのニュースサーティーンです。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. まだだ、まだだ、
まずはニューが先生。おり？さあもう下がらざるを得ませんよね。プレッシャーがある。全部ガードして。さあここは柳を通していきます。落として仕上がった 6B。 さあグレン直側からシャンパンで割り込んでいく。さあちょっと落としたが、立ち絵 6A がこのね体育が非常に強い。ここはリターンがあるのが偉い。このキャラ1900 OD2 回目。低空プレゼント当たっている。 2B に当たった。さあここは倒しきる。男子カラミティ。一方選手したのはニュースターティン。レベル2アクション。投げは抜けて、飛び落とす。はじめカウンターから拾っていきます。ジョンディ、ここで崩れるな。いやー、またも対空がしっかり当たって、グー投げ。ここでグー投げかというところですね。サンダーウィンといて、これは通ります。勝利したのは様式のニュース13。まずはハットリマルを下しました。じゃあ負けた側が連戦です。ハットリマルの白面対ロニッタの S、 お願いしたいと思います。あんたはね、Select your character. さあ 1P 側が、ハットリマルの白面、 2P 側がロリッタの S となります。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. 開幕 4C カウンターからステログビー。さあこれは 2B 下段ですね。ここから強化勝利を決めて、ここ目は西傘で、さあ 2B 側の殿下、これで勝利を決めていく。さあちょっとゲージを使わせてる感ありますが、柳をかわしていくが、あっとお見合いから 2B 鋭い。さあラッキャンから、これは 2B が見えましたが、アウェインジャンビー。さあここは OD の雪風を見せていきますが、しっかり回避。おわーっ、ブルーノ、ブレンじゃねえ、レンカーじゃねえや、エンマ2回間違えた。さあまだ分かんない。うわー、やはりこの技強い。さあ一本選手したのは S。 DC スカッターを見てから差し込んでくる。いやー指導がいいですね。エリマス3500。エジプトお、すごいよ今の。
さあガトリングを入れ込んでしまうと柳に取られてしまうというところがありますので、頑張って様子を見ながらというところです。まあ意識が高いこの男、ギリギリ見てからさあ立ちに対してエンマが通るが立ちビグレンがスカル。さあこれは白面苦しい。さあイザナミを数々のイザナミを倒してきたが、断鉄ガード、毒ビームガード、硬いですね。というわけで、ここ勝利したのはロニッタの S ということで、イザナミをベコベコにして上がってきたんですが、ハットリマルここで力尽きまして3位が決定となります。決勝は私の使命に従い、ヨシケのニュースラティンとロニッタの S となります。さあ本日、電報杯、やっぱここだけこれだけ人が集まるというのがね、電報の人柄を表しておりますが、それも最後の試合となります。ゼロスリーブレイブルー含めて60名超という、人数で参加がありました電報杯も、これが最後の試合。 1P 側ヨシキニュー、 2P 側ロニッタ S です。タッチカウンター、立ち回りで、おお、これは痛い。バーストしていくのはニュー、立ち火しっかりクラス取り側でリターンを取っていく、うまい、運び込んしっかり決めて、さあモルドレッドが強化版で余ってしまった。ドアのオーケージで拾える。さあコンボ意識が高いところの男、倒しきった4200。さあロリッツ S がリーチ。これは美味しいが、ジャニビーは止まる。さあニューもこのガン攻めだと非常に動けない、立ち回りに勝負に行けません。さあ画面制圧力が高すぎるこのキャラ、いえわずかなあれも許さん。さあまだ残るかこれは、おっとマジでいけんの、残る、残るけどブルーノが削り強すぎた。というわけで、本日47名の参加がありました、電報杯ブレイブルー部門優勝はロニッタ SS。 はい、拍手。村上ユニット、おめでとうございます。何のために戦うんですか。じゃあロニッタとりあえず写真を撮らせてもらうのと、写真を撮らせてもらうのと、あとは普段は写真だけなんですけど、今日は優勝コメントを、もらいましょう。ツイッター用です。あのさすがにこれ生で喋るとさすがに大変だろうから、文字で、優勝し、まあ電報杯っていう大会で優勝したことに対してだから、電報に対してでもいいです。なんで、優勝コメントを後でロニッターください。とりあえず写真を、撮らせていただきたいと思います。